エンペラドルカルロス・五世はスペイン海軍が建造した装甲巡洋艦。同型艦はない。本艦はカディス海軍交渉で建造された。本艦は八百九十二年に気八百九十五年三月十三日に浸水八百九十八年六月二日に竣工した。本艦のボイラーと主機関はスペイン製、装甲はドイツ製。 砲関係は、フランス製と調達方法が異なっているのが特徴である。本艦の武装、装甲配置を示した図。本艦は還元の高い平ら看板型船体に、当時の主流である水面下に昇格を持つ艦首から、艦首看板上に28センチメートル砲を、単装式の一番土砲塔で前向きに一機を配置。 その背後に司令塔を下部に組み込んだ環境は両側に船橋を持っており、その後部に一段の見張り所を持つ短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち、煙突の周囲には艦内への吸気用として着せる型の通風塔が立てられている。三番煙突の後部は関西艇置き場となっており、その後方に立つ後部マストの基部についた クレー日記により運用された。後部甲板上には、後部マストが立ち、528cm2 番路砲を、頭路向きに一機を配置。複砲の 14cm 速射砲は、原則甲板上に棒立てのついた、単素砲がで二機ずつと、原則ケースメート部に二機ずつの片元四機の、軽八機を配置していた。原則甲板上の 14cm 砲二門の、 間には 7.62cm 速射砲が単素砲画で片源1機ずつ計2機が配置され、近接火器として 5.7cm 速射砲が単素砲画で環境の基部に2機と後部マストの基部に2機の計4機が配置されていた。他にマスト状の見張り所に 3.7cm ガトリング砲が全部に2機、後部に2機の計4機が配置されていた。 この武装配置により、前後方向に、最大で 28cm 砲1門、14cm 砲2門、5.7cm 砲2門、左右方向に 28cm 砲2門、14cm 砲4門、7.62cm 砲1門、5.7cm 砲2門を、向けることができた。手法は、フランスのカネー社の新開発の、 カネー1883年型 28cm ライフル砲を採用した。この砲は同時期のペラよの原則砲にも採用されていた。その性能は重量 266kg の砲弾を最大行角15度で 1460m まで届かせられ、この距離で垂直に立てられたクルップッコを 138mm を貫通でき、射程 5040m で 原則走行2 2 6ト、mm、ルを貫通できる性能であった。この砲を新設計の単装式の露砲塔に収め、原則に一機ずつ配置された。砲塔の不行能力は、行角15度、不角5度である。旋回角度は、左右125度の旋回角度を持つ、主砲神の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、電力で補助に人力を必要とした。 発射速度は1分間に1発であった。この砲を新設計の炭素式の露砲塔に収めた。本艦の露砲塔の装甲カバーは最圧部で 165mm に達し、後部に色素を持つお椀側の形状のものをバーベットに被せていた。副砲はスペインがフランス企業に依存していたため、カ加盟1884年型 14cm 速射砲を採用した。 その性能は3 6 5キログラムの砲弾を最大行二25度で15000メートルまで届かせられた。この砲を単装砲画で片ゲム4機ずつ、軽発機を減速ケース名と配置した。不行能力は行二25度、深く10度である。旋回角度は300度の旋回角度を持つ、砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に4発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング 7.62cm 速射砲を、単装砲がで2機、5.7cm 速射砲を、単装砲がで4機、オチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲を4機、7.62mm 単装機銃を2機、搭載した。 対艦攻撃用に35.6センチメートル魚雷発射艦を単装6機など小型の船体に数多くの武装を配置していた1920年に14センチメートル砲8門5.7センチメートル砲4門3.7センチメートル砲2機35.6センチメートル魚雷発射艦4門が撤去され代わりにクルップ製 SKL 三十五十点五センチメートル速射砲が、単装砲がで四機と十二点七ミリメートル単装機十八丁が搭載された。防御装甲は、減速水線部に二十五点四ミリメートルから五十一ミリメートルの装甲が張られており、装甲圧は前級よりも薄かった。また、主砲のバーベット部こそ二百四十八ミリメートルも。 あったが、写真で砲塔に見えるのは最厚部で 165mm の、装甲でできた棒立てで手法の基部に被せてあるだけの、白物であり完全な砲塔形式ではない。原則の複砲のケースメートの厚さは 51mm であった。ありがとうございます。